が俺たちに対してつまんなかったのは確かじゃん。そこで経営者のこともあったり、それでやってたことだろ、うん、俺もまあ海洋さんがいた時に海洋さんと呼ぶでないとかあって、純粋に来て手めんちまから言うぞっていうのはあったけど、だけど俺から純粋をやるなんかってないから、根本的にあの時は大佐や近いの K さんとかみんなが純粋のことをやったじゃん。まあ湯山さんもいたか、じゃあそれをなんか知んねえけど俺が売れたしよはってまあ俺もこうしてやるだからなんかムカついたら見入れてくれっていうのはあったかもしんないけど、俺が指示していじめようって気持ちなんか全くねえよ。意味わかんないこといきなり言い出すなよマジで。なんでそこ自分がその時に今付き合ってるひろこちゃんを抱いちゃって、そこで純子にやられちゃってみんなで、で一人一人怠慢でやっていって、で剣のことも刺したよな。剣は訴えてやれよ本当に。一回剣俺のところ入ってきたよな、うん、事件になってんだから事件できんだろ俺は。で何を考えてんのか意味わかんねえ。なんで俺が喧嘩をするよ、ある射程の関係だから。